ティモシー・マイケル、ティム・ケインは、アメリカ合衆国の政治家。連邦上院議員。2016年アメリカ合衆国大統領選挙での、民主党の副大統領候補であった。リッチモンド市議会議員、第76代リッチモンド市長、第38代バージニア州副知事、第70代バージニア州知事、第51代民主党全国委員長などを、 歴任した。1958年2月26日に3人兄弟の長男として、ミネソタ州セントポールの聖女セフ病院で誕生し、ミズーリ州カンザスシティで育つ。小さなクリーニング店を経営する、父のアルバート・アレクサンダー・ケイン・ジュニアは、スコットランド系とアイルランド系の子孫で、母のメアリー・キャスリーンもアイルランド系だった。 カンザスシティのカトリック系私立高校を卒業すると、1979年にミズーリー大学に進学して経済学を学ぶ。経済学学士号取得に必要な単位は3年次までに取り終えた。大学卒業後は、カンザスシティの非営利団体に就職し、ハーバード大学ロースクールに入学する。この間、選挙ボランティア団体、 イエズスカイボランティア団体のスタッフとして、ホンジュラスに滞在し、スペイン語を習得した。ハーバード大学ロースクール終了後、法律家として、住宅問題や障害者差別の問題に取り組む。リッチモンド大学ロースクールでは6年間、非常勤教授として学生に、法倫理を指導した。1994年に、リッチモンド市第二選挙区から、 リッチモンド市議会議員選挙に立候補して当選する。市議会議員を連続で2期務め、1998年にラリー・チャビスの公認としてリッチモンド市長に選出される。黒人有権者が多数を占めるリッチモンド市において白人の市長が誕生するのは10年以上ぶりのことであった。市長時代は税制改革などに取り組み、リッチモンド市は ケインの市長時代に、フォーブス氏からビジネスに適したアメリカの都市重選にも選ばれている。2001年のバージニア州副知事選挙では民主党予備選挙を得票率39.7%で制して本選に進むと共和党の JK カッチェンを破って当選する。2006年にはバージニア州知事選挙に挑み共和党の J リー・キルゴアを 得票率50.4%で打ちまかして当選する。州知事としては交通問題、エネルギー問題、環境問題などに熱心に取り組んだほか、バージニア州が管理するすべての施設での禁煙を命ずる知事令を発した。2009年には南部州で初めてレストランやバーでの禁煙を命じる法律に署名している。来日中だった2007年4月16日に、 バージニア州、ブラックスバーグで、バージニア高科大学縦乱者事件が発生した際は、日本で非常事態宣言を発令し、急遽帰国した。州知事在任中に実施された2008年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党候補であるバラク・オバマの副大統領候補に、目され、2009年から2011年にかけては、ハワード・ディーンの公認として、 民主党全国委員会委員長を務めた。2011年4月に引退する民主党のジムウェブの後継を目指して2012年のアメリカ合衆国上院議員選挙にバージニア州から立候補することを表明する。得意のスペイン語を活かし出馬表明のビデオでは英語とスペイン語の両方で決意を語った。民主党予備選挙に無投票で当選すると続く。 本選挙でも復帰を狙う共和党のジョージアレンを得票率52.9%で破って当選した。アメリカ連邦上院では予算委員会や軍事委員会、外交委員会に所属し、2013年に上院外交委員会近東、南アジア、中央、アジア及び対テロリズム小委員会の委員長に任命された。上院議員職のから、2013年には、 リッチモンド大学の非常勤講師として年間1万6000ドルの給与を得ている。2016年アメリカ合衆国大統領民主党予備選挙ではヒラリー・クリントンを支持し2016年7月22日に候補指名を確実にしたヒラリー・クリントンから副大統領候補の指名を受けた。指名に際してヒラリー・クリントンは ティム・ケイン氏を副大統領候補に発表することができて興奮している。他者のために戦うことに人生を捧げてきた男性だとツイッター上で述べ、ケインもヒラリー氏から今さっき電話があった。副大統領候補に慣れて光栄だ。明日のマイアミでの遊説が待ち遠しいとツイートした。7月27日にペンシルベニア州で開催された。 民主党全国大会で副大統領候補として正式指名された。ケインは指名受諾演説で共和党候補のドナルド・トランプを私を信じてくれというだけの男だと批判した上で、クリントンを仕事ができると証明されている。一緒なら強くなれる方法を知っている。準備は整っていると称賛し、スペイン語を駆使しながらヒスパニック系の有権者らに支持を訴えた。 十一月九日の二千十六年アメリカ合衆国大統領選挙ではトランプとペンスが勝利したもののケインの地元で接戦州の一つであるバージニア州ではクリントンとケインが勝利を収めた二千十六年アメリカ合衆国大統領選挙に敗北した後ケインは将来の選挙において大統領候補副大統領候補としての指名を望まない行を 表明している。一方で1979年から2009年までの30年に、わたって、バージニア州選出上院議員を務めたジョン・オーナーに、習いたいと述べ、上院議員を続ける意向を示した。2018年の上院改選では、南部の民主党が、リベラル化して、以来初めて保守系地元紙の、リッチモンドタイムズイコールディスパッチによる社説での、 支持表明を獲得した民主党指名候補となり、トランプ大統領の名友である共和党指名候補のコリー・スチュアートを破り再選を果たした。ありがとうございます。